え、ちょっと待ってください。進これまっすぐもう道ないですよね、だって。ないよ、道なんて。林の中を少し進むとってあるんだよな。歩けってことか、これ。ここか。まあ、どの道なんていうの行ったところで突き当たりなので。あ、車あるぞ、行けるぞ。あ、でもこれか、あの道が、あの舗装がされた道路が終わりって。うわもう無理だな、俺やだなあのここの心霊スポット多分関係ないあれなんだよな、圧力に負けてるんだよな。嫌だな、完全樹海だよねこれ。あのまあ麓っちゃ麓です。赤いけど石じゃないよなあれ。ん、どこに。その赤い棒みたいなやつ。大事って絶対これじゃないよね。これで合ってんのかな。なんていうかもう全方位やばくてセンサー見極められない感じですか。全然もう無理。はい、こんばんはこんにちは、こんばんは、こんにちは、霊視研究家のかっちゃん、むいかん&かっちゃん落ち着くのだちょっとね、今日はね、ここどこやった？おばあちゃんのバーにたびたびとかの文字を重ねるあの文字あるじゃないですか、うん、に穴でバンバーナという場所を来ておりますが、まあ、樹海の隅っこっていや隅っこなんだろうな。はい、あのいざ来てみたら樹海のふもとすぎてかっちゃんの霊感がとてもピンチな状態です。なんとかではみんな行ってみましょう。はい、行きましょう。ここまでの道が立っていればその先の木に青いビニール紐が張られている。10メートルほど歩くと倒れた木が柵で囲まれている場所がある。倒れた木のすぐそこにその問題の穴がある。あ、あるよ。ほら、ほら、だいたい。さあどっちだ。ちょライトマーク。はーい、遠くから見てもなんていうの、あのあれはわかるね、あの車の位置は。あ、ちょっと待ってくださいね。さあ樹海来るのどんだけぶりですか、かっちゃんは。俺何十年ぶりやろう。ルナおるかな今。あなたのお家にいるんじゃないんですか、あれ、あの人は。話が聞こえない。誰かおるのかな。虫か鹿かではないんだろうな。どうです、オーブは一人ぐらいが取れてます。いやもう行くとこ行くとこオーブだれて。あかん、俺はこっちのきついから取っていこうかな。ではとりあえず一旦こっちを探索しましょう。道は合ってるのかは知らん。ビニールテープの、右側。うわぁ、気持ち悪い。青いビニール紐があるってあるぞ。赤だか。道合ってるのかね。意図せず樹海探索になってしまったのか。ちょっと向こうの電気見える。はい、あのバッチリ見えるです、あれは。そう、あこっち側から見ると分かる。方向音も分からないようになってくる。怖え何やるんだここ。目的地に着く前にかっちゃんの心が折れそうなんですが。なんかあるの。はい、一応エピソードのあるその穴があるのですが、あうあうあう。
倒れた木がっていうけど、倒れた木しかないんだから、むしろここ。変な声が聞こえる。ちょっと進んでいって、青いテープないの？あれ倒れた。先進んでいって。はい。はい、ライトは大丈夫です。一応フル充電してあるので、そんなあれだと思いますが。すごい蜘蛛の巣が。さて、かっちゃんよ、今1個ね、重大なことに気づきまして、うん、林の中の中、舗装された道路が終わって、うん、林の中を少し進むと赤い石があるそこを左に曲がる。俺ら右ルート来てるんですよ。多分これ違うんじゃねって今思ったんですけど。分岐路はあったけど、そこを何て言うの、右に俺ら一旦進んでるので、うん、あれって思って今、右っていう単語がこれ1個のあれにないので。がつくかどうかわからないんですけれど、その富士の樹海の幽霊だと仮定して、どんな心霊じゃねえよな、もう幽霊だよ、ほら今走ってる。ラップ音っていうか、鳴ってるわ。なあ、ラップ音ってすごく鳴ってるね。俺らが今この木踏んでバチバチっていうこのバキバキっていうこの木の音じゃなくって、うん、上の方からパキっていう音がするんだ。今のはカッチャの声ではなくてか、うん、うわーっていう声が聞こえる。嫌だなー、俺こういうのマジ怖いな。ひっつきもしっぺあるし、なんていうか、そのうわーっていう声がするってあるじゃないですか、うん、それって霊感ゼロでも聞こえるものなんですか？聞こえるだろ、こんなんだったら。喉が痛い。まあいいや、かっちゃんがダメというところまでとりあえず死んでみよう。今僕がここに立ってます。はい、こういうふうに立ってます。で、木がこういうふうに3本横にこうやって、で、今ここに、首だけかな、首だけ多分釣ったんでしょうね、こういうふうに首だけが見えます。そして今ちょっともう一回見せてもらっていいですか？今僕が立ってるここにこういうふうですね、
こんな感じで今ここにいます。そしていい感じに白飛びして絵が見れない。はい、OK です。ここに今こういうふうにいます。で、あなたはいつ頃殴られた方ですか？1956年生まれ。生まれいくつや？かっちゃん年いくつか、何年生まれ？1967年。かっちゃんプラス11 60歳ぐらいか。67ぐらいかな。67歳ぐらいです。68、ごめんなさい。68です。はい。で、はい。で、亡くなられた。あ、はい。男、はい。男だそうです。はい。どうして？おお。なるほど。まあ、強いて言えば、会社が倒産。あら。なぜ潰れたんですか？はい。ああ、なるほど。この人は68歳の時に会社を経営してたそうです。はい。はい。まあ、いわば博打にはまったそうです。景気が良くて。で、借金ができて、やむなく自分で自害をしたそうです。ごめんなさい、バランスが崩れた今。やべえ、頭がクラクラしてきた今。もうすいません。もう平衡感覚全くゼロ俺今。きつい。今何体ぐらいから話しかけられてるんです？その幽霊からアクション取ってるっていうの？その喋りじゃなくて。7体ぐらい。多いな。きついなぁ、きついなぁ、やっぱ、ルナ、ルナ呼ぼうか。ルナさん今どこにいらっしゃるんですか？それはその魂の現在地は。もっと奥の部屋。いろんな余計なものつっつきそうだな、それは。今、しょ、僕は今ここにいます。僕がまあ中心として書いてきます。今ここに通路があってあるんですけど、僕の座ったここに、すでにここに今、なんだろうな、女性なんですけど T シャツを着てますね、こういうふうに。T シャツを着た女性が今ここにいます。こういうふうに、こんな感じかな。ロングのスカートかな、こういうふうに。こんな感じで、B さんが履いてます。こういうふうに。結構楽な格好ですね。そうですね、楽な格好で、髪は昔で言うと長くて肩のよりはバスト系まであるような髪の毛かな。こんな感じ状態の今います。ロングヘアの。はい。はい。たっちゃんよりお年下ということは、僕よりか4つ下、55歳です。はい。あ、だいたいこの年齢ってだいたい借金にしてる人多いね。あ、同じ理由ですか、あのシーンが。まあこの時はバブリーやん。はい。1972年で、まあ、生まれて仕事して、仕事してるから、亡くなったのが52歳、あ、55歳、これがで、すごいな。あの当時で約1000万円。あら、1000万円の万が間違えた。まあゼロが5個か。
1000万こうか。はい、ね、1000万、1000万の借金を作ったそうです。昔バブル当時でも1000万の借金ってなかなかですな。この当時の1000万って言ったら今でいくと1億じゃねえの間違ってたごめんなさい。あの当時の1000万すごいぞ。ああ稼げた、てかあの稼げた使った金額、借金、遊び使った借金。キャー、ああ証券マンだそうです。ああそりゃ稼げる。うん証券マンで、うん相当稼いでて、車の車とかいろんなものに、女に手を出したり、奥さんは、まあ、浮気をバレていろいろやって生きていく自信がなくなったため自殺っていうことだそうです。今ここにおられる方が男性、はい、男性が、はい、うん、で大好きな富士山の下で死にたいっていうことでここへ来たらそうです。もうちょっと奥の方鬼で亡くなられた方だそうです。これはもう見つかって遺族に帰っているという、うん、はい、だそうです。他にも何かインタビューできそうな方はいらっしゃるはいらっしゃるんですかね。したくない、もうじゃあできるできないは置いといて、うん、色はいるんだね。じゃあうん、いるね、寄ってくるね。そっか、おー若い子いないんですか。若い子っていうとあれだけど、つい最近亡くなった方いないですね。おっと、うん、いないね、うん、今寄ってくる人にはいないですね。あ、一番若くて、はい、今ここに来た、よいしょ、1996年に来た、当時25歳。おう、うん、はい、ここからは言えません。ピッピッピッレッをされて、おうピッピッピッブッをされて、で悔しくて亡くなられた方が今います。一番若いです、25歳。うん、そっかそっか、俺の6個下ってことか。悲しいことは悲しいけどね、うん、命は捨てちゃいかんっていうのを感じてほしかったですね、うん、と思う。僕が死んだ人に悟ってもしゃないんですけど、今こうやって喋りかけてきてくれるから、うわきついきついのおい、当時の探索予定じゃないからね、これ。ここまでハードなのは想定しなかったよ。こんなにハードか、やっぱすげえな。まだこの根元やろ。はい、全然ふもとですね。うん、うん、偉いです。今慰められてます幽霊さんに今ね慰められてるんですけど、もう僕は無理。ここ戻りますかい、帰りますかいあい、すげえ声が聞こえる、聞こえるのが嫌だ。お前これ気をつけろよ、ムイ君。これひっつき虫、ひっつき虫がすげえある。はい、もう車のとこまで戻ってから払います。もうここ、うん、どうせ帰りでもまたひっつくので今払っても。すいません、もうこっから撤退させていただきます。僕もう無理、もう無理無理無理もう無理はい、安全第一なのでね、あくまで。なんかね、方向が全然定まらんっていうか、もう頭いて一回も霊が映らんのだよな、ここ。なんて見えるの、霊が映らんのやん、ここ。オーブじゃなくて幽霊の姿っていう話？幽霊の姿を映したいねと。誰か映ってくれる方いないですかって。手を挙げてください。誰か映してください。映ってくださーい。
映れ。オーブがいっぱい集まってきてるんですけど、ああみんな頑張って協力はしてくれようとしてる。してるね。でもシャッターのチャンスが取れない。これじゃ。ダメだな。俺はもう帰りたい。はい。では皆様の一礼だけありがとうございました。皆さん黙祷。行きましょうか。はい、ちょっとライト全開にして足場を明るくして見てみましょう。